おいもくん、おいもくんです。このね、柵で遊んでんですけど、引き続きね、なんですけどこれね、柵からね、まさかのこのね、約30センチぐらいのね、高さの柵からこの子脱出しちゃうんですよ。ちょっとこれ脱出ね、すごいよねこれね。ちょっとね、そこをどうにかして撮影したいなと思って、カメラを回しているんですが、今日は脱出してくれるんでしょうか。すごいですよ、なんか忍者みたいというかね、もうね、すごいの。てか脱出しちゃうのこれ。そうならないように高い、背の高い柵を買ったんですけど、このハムスターのこのなんていうのかな、能力には本当に驚かされます。めっちゃ噛んどる、めっちゃ噛んどる、嫌なんかな。まあいいや、まあ、ハムスターっていうのはね、ちょっと失礼、動きます。噛む生き物ですからね。はい、すげえ噛んでる、噛んで登るのかな。なんかね、気づいたらね、気づいたら登ってて、出ようとしていて、見てくださいこれね、ゴールデンハムスターも安心の高さって書いてありますけどね、まあ、なかなか安心があまり できないぞっていうまあこの商品を決して悪く言うわけじゃないんだけど、まあ、ハムスターのこのここから出たいという気持ちと、まあそして力ですね、こちらを改めて思い知らされたといった感じなんですよ。ほら見てこれ、ほらほらほら、これさ、普通に登っとるやん。ほら登っとるでしょこれ。いいんかい。ちょっとお芋、おいもごめん、ちょっとね、うん、ね、こうやってね、ありがたいことにね、だいぶ慣れて手に乗ってくれるようにはなったんですけど脱出大成功これいいのこれね。まあなんかね、また工夫してね、ちょっと遊ばさなきゃいけないなっていうのがありますよね。どうしようか、とりあえず一回おいもくん、もう一回戻ろうか。ごめんね、せっかく出たのにね。うん、散歩サークルね、これね、いろんな形がねできるんですけど、明らかにね、この角がね多いとね、多分普通に脱出しちゃいますよ。ほら行ってるそばから、これかわいいんだけど、かわいいんだけどさ、これ一回覚えちゃったからもうこれ使えないよねこれ。ほらこっから落ちてまた怪我されても嫌だしさ、手に乗ってくれるようになってすっげえ可愛いんですけど、おいもくんめっちゃ可愛いんだよ。うちたち、いてててて、て冷たてないでよ。もう一回、もう一回やってくれるかな。ちょっとね、今度背中から見てみましょうか。そうしてる間に出ちゃうとも嫌だしね。これ一生懸命登ってる姿がやばいっすねこれ。いやあ、あ、もうどうしたらいいんだこれ。この柵はもうどうしたらいいんだ俺は。なあ、おいもくんよ、おいもくんよ、お前のこの身体能力の高さがもう僕はもう驚きですね。まあそんな感じでね、ちょっとまあ柵から出ちゃうんでね、こういうお散歩の柵をしていても皆さん、すげえ頑張って、皆さんね、こうやってすげえ頑張って登る子なんでね、ゴールデンハムスターだから、あまり油断しないようにといった動画でございました。はい、皆さんもしくはこういう柵をね使って散歩されてる方いらっしゃったら、これどのようにしてね、こうならないか工夫されてるかをね、コメント欄なんかに書いて私にアドバイスいただけると、あ、すごくですね、すっごくこれリアルに助かりますんでね、
どん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 先輩方詳しい方教えてください。はい、じゃあね、そういうことで、せっかく買ったこの作がそんなに期待ほどなんかね、まあ、期待通りなんだけどねっていう感じの動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。さよなら。